もすぎだろ。みんな見てこれ、ちょっと前に強風オールバックを再現したコースをプレイしたんですけども、こんなにイラストがコメントに書かれておりました。他にも皆様から大量にイラストが届いておりまして、ほんと感謝です。いただいたイラストはすべて見ておりまして、毎回感動しております。いい感じにご紹介していくので少し待っててね。止まんねえからよ、お前が止まんねえ限り。だからよ、待ってやれんじゃねえぞ。はい、どうも、泥酔です。今回からミンバともゆっくり実況をやっていきますので、よろしくお願いしますね。ミンバととか怖いなぁ、怖い。ほらもう熾烈な戦いが始まってるわよ。いっけなぁ、遅刻遅刻、にゃー。今猛烈な殺意の波動を感じたんですけども、僕の気のせいですかね。あっかはははははは。あのルイージステンバイ。さあ、ここから足場が狭いエリアだから注意して進まな。仲良くら。かするやつおる。そんなバカな、奴の戦闘力はたったのを、そして俺の戦闘力もたったのを、どちらが真の戦闘民族地球人か勝負しようじゃないか。追われる方が辛いってのを思い知らせてやるんで見とけ。おんなー、お前マジでくだるよー。許して。兄より強い弟などそうそうごめん、許して許して許して。うわー、おっほ。これがミンバとか。そういえばさ、マッチングした時のこの4人のスクショがあるんですけども、あのルイージはなんていう名前なんですかね。泥酔スナイプー。こういうのもありきのミンバトなんで、僕だってかっこいいところを見せて、おっと戦闘グループの一人がギブアップしたみたいだぞ。あっ、戦闘もこんな熾烈な戦闘を繰り広げていたんだね、きっと。戦闘だけに戦闘ってな、戦闘が戦闘で戦闘ってな。ニャピ、ニャピ、ニャピッピッピー、しばくぞ。あっ、中間アリシャース。中間切ったんでシパシパ進んでいかないとね。最近移動は十字キーからスケックに切り替えたんで、ああいうお邪魔伝を。誤動作で掴まなくなったんで、スケック強に完全に乗り換えました。乗るしかないよね。このビッグウェーブにね、お、ルイージがごめんなさいって言うてますぞ。1位を葬ったということなんでしょうか。いいぞルイージよくやった。で、ここで落ちるのが泥酔クオリティね。いつの間にかあのルイージと一騎打ちになってて草。お前もここにいるんかーい。さては余裕こいてたら油断して落ちたな。おまぬけさんでちゅね。嘘嘘、許して許して、僕が悪かった。やっちまったなぁ。お気の毒ですが、冒険の書は消えてしまいました。だがまだクリアされてないあたり、ゴール前で待ち構えているんだろうな、きっと。ふっ、同じ手鬼と食らうと思ったら大間違いぞよ。泥酔、動きます。あのルイージにこのカトンファイアーの術を見、あ、ごめん、あのルイージ、強すぎたわ。まあ、久々のミンバトだったんだし。あ、僕の一人負けでした。なんやかにありましたが、実はプレイしながら大爆笑してました。スナイプ大歓迎ってわけじゃないけど、めっちゃ楽しかったです。対戦ありがとうございました。ミンバとの楽しさに気づいてしまった男、どうも泥酔です。これ多分横ドスンにとやられます。ですよねー。あ、なんか僕が鍵をゲットしちゃった。でもすぐ奪われ、1位でドア入れちゃったー。いや、これは奇跡すぎるだろ。あ、ミンバとでも奇跡動画なんですねー。僕にかかると。ミンバトなのに開幕から終わった。ちょ、本当に終わるなぁ。開幕のアイテム競争に負けた時点で負け格だったのよ。いいさ、私はしがないヒゲのおっさん。この先もぼっちを極めた配管工として生きていくのさ。と思っていた。モスターまでいいんすか？ふ。はぁ、これで勝つる。たとえキラーに潰されても、たとえクリボーにケツを噛まれても、たとえルイージにジャンプの瞬間体当たりされて穴に落ちても、パンパカパン。もう落ちることはないの。スター切れんの早くね。いや、僕の移動が遅いのだ。ふっ、そこに気がついてしまうとは。泥酔っていう実況者。やるわね。このキラー可愛くね。3D ワールドの敵の見た目を猫っぽく変える仕様を考えた任天堂の社員はマジで神。飛びつけー。ゲップロス先輩おるやんけ。ていうかみんな映ってて、いつの間にか僕が戦闘になってるじゃないですか。やだ。泥酔は、ミンバと見て最強。これテストに出ません。あれ？なんかこの狭い隙間の道なんですが、猫マリオさん全然通り抜けてくれないんだけど。いや嘘だろ、猫って壁を登ることができるんだから、これくらいの段差を登れないでどうする。ま、マリオさんはデフォで腹が出てますからね。猫ならなおさら腹が突っかかって狭い道通れないんでしょ、きっと。このボンキュッポンのわがままボディー。あー、中の人の僕ならマーメイドのような華麗なブレイクスルーをお見せできるのに。いい加減早く通り抜けろよマジで。ちょ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 、ルイージさんオフスオフス、ごめんなさい。順番チリなら前にプレイヤー相手もすり抜けられるのね。見てくれこの無様なヒゲ、いや無様な俺を。そしてピンクちゃん結果的に妨害することになってしまってすまんかった。あのキノコを取るのは私です。くっそ、ほんまくっそ。ミンバトの罠にまんまと引っかかる男。それが泥酔。ちょ、わちゃわちゃしすぎてマリオさんブロック叩ける。いや、マリオさんの相手にキノコ渡さない力高すぎだろ。あのマリオさん特殊個体でキノコ独占っていう限定スキルを持っているよ、きっと。と思っていたのか。まだ先に進んでねえのかよ、お前ら。わら、やっとマリオさんが進みましたね。というわけで対戦よろしくお願いします。さあ、2位通過ということなんですけども。マリオさん、ま、なぜにマリオさん僕を待っててくれたんですか？あ、なるほど。突っ込ん
でったら産後に被弾しちゃって、フラワーを取ってリカバリーしようか迷ってたのね。まさに今僕がその状況を体現したわけなんですけども、はい。お、スーパーボールファイヤーですか？スーパーボールファイヤーといえば、昔こんな動画をアップロードしていた頃もありましたね。あの頃は最高だったぜ。まあ、今年の1月の話なんですけどね。初見さん、私のこういったマリメ2のネタにつきましては、海外のマリメ2 YouTuber さんの Twitter や動画を参考にさせていただいております。例えば、スパークゲーミングさんとか、スキップザチュートリアルさんとか、IK さんとか、スマッシーさんとかですね。やっぱ海外の方はネタを発見するのが早いですよね。いつもネタをパクゲフンゲフン参考にさせていただいております。デカブロックの上に待機されちゃ壊せないダルルを、オッブイージ君今日はよく対立しますな。わら、まあ僕しかブロック壊せないんだし焦らなくていいわね。そしてさっきのマリメ2のネタについての話の続きなんですが、よく日本の誰々さんのネタパクったでしょうって言われるんですが、僕がマリメ2のネタまとめゆっくり解説動画で投稿したネタは、視聴者さんからいただいた情報を除いて、すべて海外の方が先に発信された情報を参考にさせていただいております。さっき挙げた海外の4チャンネル以外にもね、ということなんで、ご承知おきくださると幸いです。さあ、小難しい話はこれくらいにして、シパシパ進んでいきますわよ。シパシパって何？知らんけど、おっここは靴がいりますわね。あざーす、と思ったら距離短。多分このステージは、前張りしてる方が作ってくれた道を進んで、行って最後に出し抜いてゴールをかっさらうっていう、やってること最低だけどミンバトではよくある光景っていうムーブが強いステージな気がする。やべえ思考がミンバトのそれに慣れつつある。ここは靴を履いていくとさっと奪われました。うほ、いいラグ。なあラグよ、俺とやらないか。なあアニモーカーモーが新しい異性界に行っちゃったぜ。うん、古いですね。ワンちゃん今の若い子はやらないかとか知らないか、やらないか知らないか、ピー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 、あい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 、100円。これが深夜テンションの慣れの果ての編集ってやつですね。わかります。ごめん今日も俺やべえやつだわ。でここはおっ、羽付きの靴がありますね。硬いヒールの靴でもこの壁を飛び越えられそうだけど、わざわざ羽付きの靴があるってことはこれを使うんですね。カーツール、なんたって僕このコースの覇者だから。覇者、まずいよまずいよ、やばいよやばいよ。さっきから采配がシパシパ当たって怖いんだけど、ふっふっ、悔しかろう。うん、このやたらと経由が多いっていうのは危険信号ね。ここは冷静にスターを取って突っ走ります。ふうふうふう、僕に炎は効かーん。おっぱ先輩、オスオス、そしてさようなら。わけけけけけけけ、ゴールだー。なかなか苦節よなコースでしたが、1位、ありがとうございました。ナイスにー。開幕から青木のの撮影た回をねー。カウントダウン中のヒップドロップがやたらうまい方っていますよね。僕は大体押し負けることが多いんで、ほとんど再開スタートなんすわ。これ、自慢です。おわー、パタパタくん、いい感じのお邪魔ぷよ。最近お邪魔ぷよって言葉よく使うんですが、ぷよぷよ歴はスーパーファミコンで止まっています。さあ、のんきにファイヤーをゲットしておりますが、さっきのパタパタくんの感じを見ると、パワーアップしておいた方がいい気がします。さあ、こっから圧倒的な打開力を、皆さんにお見せしたい。ヒップドロップはしない方が、別にどっちでもよかったわ。ほれ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 、ファイヤーを取っておいた私に敵はなー。ふっくやしかろー。あっ、いっけない、上取られそう。おっほー、上り踏みうますぎ。まあ、結局被弾するんですけどね。ああいいっすね、このぐっちゃぐっちゃな闇鍋感。この4人でのミンバとは今この瞬間しかないんだから、おっここの微妙にカクつくラグとそれに翻弄される俺らのムーブ最高っすねー。やっぱこの精神をぐちゃぐちゃにされるミンバとが一番面白いや。ちゅうわけでなんとか1位ですかね。対戦ありがとうございました。おっピンクちゃん頑張ってくれー。3位ナイス。ミンバトでは初代スキンが一番好き。どうも泥酔です。初代スキンは投げるってことができないから、楽チンチンでいいっすよね。んにゃ、クイ、自動スクロールだ。おっと、ルイージ自ら敵のビームに突っ込んでいく。そしてアンチにいる僕は、キノコ二人の沼相撲を余裕の観点。あーっと、青も自ら針に突進しておく。お前らさっきから何やってんの？今回はゆっくりみんなが揃うまで待ちましょうかね。視聴者の皆様はミンバトで待ちますか？おっと、イージ君、オスオス。さっきは災難だったね。まあゆっくりお互い、キノコたちが来るまで待とうじゃないか。なんでそんなじわじわ近づいてくるんですか？お、共鳴しようってか？ふふ、いいね、金直行栄誉急に近づくな。明らかに出し抜こうとしてるよね。ねえやめて、お願いだから一旦止まって。レモンやーめいてよー。もうそれやられたら何もできないんですけど。わら、あーキノコくんたち、元気でな。対戦ありがとうございました。ごめん、初代スキンしかマッチングしねえんだわ。さっきから初代はレース形式のコースじゃなくて、シンプルにぐちゃぐちゃになれるコースが多いからスコギョギョギョー。あ、青木のすまん、今のはヘイトポイント高そう。わら、キャ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 、ピンクちゃん待って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 、ふいー、危ない危ない、危うく価値格からの逆転食らうところだったわ。こういうのもミンバトの醍醐味ですよね。対戦ありがとうございました。助けてくれ、さっきから初代スキンでしかマッチングしねえんだわ。わら、僕はルイージですね。といった瞬間にお亡くなり、開幕にすぐ死ぬ男。それが泥酔、ウッパトゲゾウくん完璧なタイミングでドア塞ぐのね。とりあえず落ち着いてドア入りましょう。なんでもないようなコースなんですが、ミンバトだと急に難しくなるのなんでだろう。なんでもないようなコスが
難しかったと思う。なんでもないコスノーコート。二度とは戻れないコース。てか普通に死にましたね。わら、さ今度はファイヤーを持ってきたんで、多少は強引なプレイで攻めることもできますわよ。あ、ピンクちゃんチビで大丈夫で、追ってましたね。今日のクソミス。いつもクソミスを枕の下に入れて寝ていますからね、僕は。そりゃあもうクソミスとは家族みたいなもんすよ。いつの間にかトップ僕じゃないですか、やだ。これは絶対に負けられない戦いがここにあるってやつですな。あとなんか若干マリオ3のワールド5の、塔のステージに似てる気がするんですが、オッポール条件来たこれ、密です密で、あっピンクちゃん進化しとるやんけ、踏まれたら条件取られちゃうんで、前張りで突っ込むしかねえなこれ、奇跡じゃーん、お願い抜けて抜けて、いや、奇跡すぎるだろ、なんか運で勝ってる気がするけどまいっか、ごめんこれは1位突破させてください、ピンクちゃんの勢いがすごいからね、対戦ありがとうございました。では最後に告知というか、ご報告があります。来る、6月30日は、僕の誕生日ということで、6月29日の、夜23時から、誕生日カウントダウン生配信をやります。でさらに、6月30日の、夜何時かまだ未定ですが、マリオカート8デラックスの、視聴者参加型の、アイテムキラー縛りの大会を、開こうと思っております。まだ配信枠の準備をしておりませんが、準備できたらまた告知しますね。よかったら、遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。